2023年度の防衛予算が過去最高となる中、ミサイルを1000発保有するとの情報をキャッチしました。今回はミサイル1000発保有と1蓋式の能力向上型を詳しく見ていきます。反撃能力の保有は必要になるが、今までのツケが回っているかな。日本の防衛予算は、2022年8月末に公表された2023年度分の概算要求において、これまでで最も多い5兆5947億円となることが明らかとなり、これとは、別途に事項要求分も確保されるため、防衛力の底上げが期待されている。ことに、今年2022年の2月24日には、今も、継続中のロシアによるウクライナ侵攻が生起したこともあり、こうした世界的な情勢の変遷も重なって、日本政府の防衛力の強化を目指す姿勢は、おおむね必要なものと受け止められたとも感じられる。ただし、こうしたロシアによるウクライナ侵攻が6ヶ月を越して、長期化の様相を呈している事態と反比例して、日本のマスコミにおけるこれらの報道は、少なからず減少傾向にあり、当初の緊迫感が薄れた感も拭えない。こうしたロシアによるウクライナ侵攻についてのマスコミ報道が減少傾向にある背景には、日本で聞き手側の関心が低下したこともあろうが、凄惨な内容の戦争報道を行うことの精神的な悪影響をマスコミ側が反映したとの見方もあるようだ。いささか不謹慎な例えかもしれないが、こうした現象は、天災である2011年の東日本大震災の報道時にも見受けられたものであり、災害の恐怖を被災者の方々に思い起こさせることがないようにと、メディア側が自粛をした経緯も思い出させる。話が脱線してしまったが、今後の日本の防衛力強化という観点で考えた場合、今回の2023年度の概算要求においても、その未来を占う上で、重要な兵器として注目されているものに、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型がある。2012年から、陸上自衛隊が調達を開始している兵器が、1蓋式地対艦誘導弾だが、同兵器は、名称の指し示す通りに、日本に接近してくる。敵の艦艇に対し、これを地上部隊から攻撃を行うために用いられる対艦巡航ミサイルのことである。1蓋式地対艦誘導弾は、直径約 35cm、全長約 5m、重量約 700kg の巡航ミサイルを6発1組にして発射塔に収め、これを重装輪車両位の2台部分に搭載することで、機動性を高めた対艦巡航ミサイルだと言える。現在配備されている1蓋式地対艦誘導弾は、公には、その最大射程距離は公表されてはいないが、およそ 200km 弱と、長距離攻撃は不可能だと推定されるため、配備自体は、南西諸島の複数の島々に分散する形で行われている。この、1蓋式地対艦誘導弾の射程距離を大幅に延伸して、長距離での攻撃を可能とするための開発が継続中で、まずは、これを 900km 前後、最終的には、1500km ほどにまで高めることが、目標として定められている。また、ベースとなった、1蓋式地対艦誘導弾は、前述の通りに地上から、運用される形式の兵器であるが、今後は、運用可能なプラットフォームも、航空機とする空発型や、艦艇とする艦発型へと拡充し、陸海空の3自衛隊で使用する構想となっている。今回の2023年度の概算要求の5兆5947億円の中には、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発費用として、およそ272億円が含まれており、当初予定していた2029年度からの配備を2026年度まで早めるための必要経費も
ここに含んでいる。こうした一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発は、近年の日本政府が掲げてきたスタンドオフミサイルの整備という構想が根底にあり、敵の攻撃兵器の射程距離外から自軍が一方的に攻撃することを具現化しようするものだ。ことに、このスタンドオフミサイルの構想自体は、南西諸島を中心として軍事的な圧力を高めてきている中国軍への対抗策を念頭に置いたものであり、これらの島嶼防衛用の用として今後の中核をなすものと位置づけられている。また一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型では、ベースとしている敵の艦艇の攻撃以外にも、敵の陸上の目標に対しての攻撃も考慮されており、運用プラットフォームの多層化と並行して、その攻撃用途にも幅を持たせるものとなっている。ただそうは言っても、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は前述したように、最終的にはおよそ 1500km ほどの射程距離を目指していることもあり、楽に日本から朝鮮半島や中国の沿岸部にまで届く可能性もあるため、一部からの批判も絶えないのが現実だ。それは、従来は敵基地攻撃能力と表現されてきた兵器について、自民党の一部からこの名称を反撃能力と言い換えることが普及してきた昨今においても、そうした兵器の保有やその言い換え自体を快く思わない勢力からの格好の攻撃材料と化している。こうした一部の勢力は、太平洋戦争後の日本の防衛力の在り方について、旧態依然とした体制批判と相まって、自衛隊が基本理念として掲げている専守防衛という考え方に、こうした一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型のような兵器はそぐわないと言い募っている。そもそも敵基地攻撃能力という概念が政治上の問題として日本で浮上したのは、太平洋戦争の敗戦から11年が経過した後の1956年、時の鳩山内閣が、仮に日本を攻撃しようとする他国の動きが確実な場合、先制攻撃も辞さない旨を述べたことに端を発する。この当時はアメリカと旧ソ連とのどちらかの陣営に世界の主要国が分かれて対峙する冷戦構造が明確となった時期であり、いわばアメリカ側についた日本に対し、旧ソ連側からの大陸間弾道弾頭による攻撃が行われると仮定した議論だったと思われる。その時点でも、現在と同じく日本の自衛隊には専守防衛の理念が掲げられてはいたが、日ソ国交回復を政治的に成し遂げたことで、強敵には左派的に見える鳩山内閣とはいえど、究極の場合には日本が敵基地攻撃を行うことも否定しないと表明したわけだ。こうした政治的及び軍事的な命題を1956年の時点で突きつけられた日本ではあったが、幸いと言うべきなのかは疑問ではありつつも、米ソの冷戦構造は核兵器による相互の抑止力を生み出すこととなり、直接的な軍事的な脅威は遠ざかるという流れを見せた。1991年に旧ソ連は崩壊してしまい、この世界を二分した米ソの冷戦構造は過去のものとはなったが、以後は中国の台頭、ロシアとなった旧ソ連のエネルギー輸出を背景とした軍事力の再強化、北朝鮮の核兵器保有と日本の安全保障環境はまた脅かされている。その間も日本ではこうした中国、ロシア、北朝鮮からの核弾頭を搭載した大陸間弾道弾の脅威に対抗するため、ミサイル防衛を中心にして日本に飛来する可能性のあるこれらを撃ミサイルで排除することを主眼としてきた。
しかし、昨今の軍事技術の発達により、長距離を飛翔するミサイルも、不規則な軌道を取るため、逃げ、撃が困難となり、またより低高度を飛翔する巡航ミサイルも、長射程化が著しく、こうしたものを確実に撃撃可能な兵器の保有は疑問視される事態となっている。したがって、相手の攻撃を未然に防ぐためには、日本の核兵器の保有は、現実的ではない点も踏まえて、相手国への報復攻撃が、可能な通常兵器を保有していると示す必要性は、より増してきており、その意味で、長射程のミサイル保有は、外せない選択肢となっている。日本のこうした安全保障環境の悪化を考慮するならば、使用するか否かは、別としてもいざという時の備えとして、長射程の兵器を保有していることをアピールするのは、当然のことで、現実的な抑止力としては、今は、他に有効な対処法は、ないと思われる。